ないわ。Thank you.
が25点。今後2年間、運転免許証を取ることができない。いつも常連客でにぎわう新潟市内のバー。この店を5年前から経営しているのは60代のマスター。経営は順調なのだが、頭を悩ませていることがあった。どのぐらい取られてるのか、ちょっと自分でもそのちゃんとした管理がなかったのもまずかったけど。マスターの悩み、それは営業を終え店を閉める際、マスターは翌日使うお釣りをカウンター脇に置いているケースの中に入れていた。金額は千円札を中心に小銭も含めると2万円から3万円程度。翌日ケースを確認すると、あったはずの現金の一部がなくなっていた。こんなことがたびたびあったのだという。注意してください。カメラは感知し
注意してください。
女性とマンションを出る男の姿。ほらほら、モサモサ加減が見えてくるな、すげえ。40分後、男が戻ってきた。クソの方がすげえわかるし。この髪型、間違いなくバーの釣り線を盗んだロングパーマの男だ。その後、マンションの窓越しに男が部屋にいることも確認できた。特徴的な髪型だけに判別がしやすい。これで全ての材料は揃った。ロングパーマの男を逮捕するため令状を請求する。最近店のドアの鍵を変えたマスター。俺ね、よくスーパーカーにあるし、人じゃないよ、自分じゃないよ。店の金を盗まれても自分のことを疑い悩み続けたマスター。その思いを新潟中央署の捜査員が晴らす。翌朝、ロングパーマの男に引導を渡すべく捜査員がマンションに向かった。時刻は午前5時45分。男はまだ寝ているはず。捜査員は部屋の前で待機。男が外に出てきたところで声をかけ、そのままガサ入れを敢行する。捜査の鍵は店の合鍵があるか否か。真正面じゃないですか。真正面のあれじゃないですか。はい、あの、真ん中の部分。あ、そうそうそう。やはりロングパーマの男は寝ているようだ。部屋の中は弱い照明がついているだけ。配置に着く前に部屋の様子を伺っていると、午前6時過ぎ、男の部屋の明かりがついた。見慣れた髪型の男が動き出す。寝起きだからか髪が逆立っている。行こう。捜査員が男の部屋へ向かう。そこで思わず口を滑らせるロングパーマの男。犯行を裏付けるその言葉とは。完全通り。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは世田谷自然食品とご覧のスポンサーの提供でお送りします。500億個の乳酸菌がお腹の調子を整える。乳酸菌が入った青汁プレミアム。配合された500億個の乳酸菌がお腹の調子を整え、お通じを改善する機能が報告されています。もちろん不足しがちな野菜の栄養も補えます。乳酸菌がお腹の調子を整えて野菜の栄養も取れる青汁、ぜひお試しください。乳酸菌が入った青汁プレミアム。
援助力。店の金を盗むロン毛パーマの男、行こう。捜査員が一斉に動く。男のマンションへ向かい、部屋の前で待機する。待つこと15分。部屋から出てきた男は面食らった。捜索差し押さえされます。午後5時11分。歩道を歩いていた
この男性が事件の被害者だ。男性が道路を渡ろうとした時だった。男性の後ろから走ってきた電動キックボードとぶつかった。この道は一方通行、つまり電動キックボードは逆走している。被害男性は車両が後ろから走ってくるとは思っていなかったはずだ。男性は3メートルほど飛ばされ前かがみに倒れ込む。その場にうずくまり動かない。それを見た逆走キックボード男は被害男性を救護するかのように見えた。しかし苦しそうにしている被害男性から離れ、警察中警察署、ここに捜査本部が設置される。